キャリック伯爵は、スコットランド王国、後イギリスの伯爵院。キャリックは、スコットランド南西部の土地である。13世紀末のダンケルド朝断絶後から14世紀初頭に、かけて、スコットランド王国は、国王不在の時代を過ごしたが、イングランド王エドワード一世の遠征軍との戦いは、全王朝の登園にあたるロバート・ブルースらの指揮の下で戦われた。 1306年、ロバートは、スコットランド王に即位して、ブルース朝を開くが、ロバートは即位前に、母マージョリーから、キャリック伯爵を相続しており、即位をもって、国王と伯爵の家系が統合されたことになる。当初は、伯爵位は常設ではなく、国王の近親の男性王族が、その都度任命され、その即位や死去と共に、国王領に戻る、という状態であった。 伯爵位が王党と共に、スチュアート家に移って、以降も同様であったが、ジェームズ三世の即位後は、国王の長子が相続する慣習ができた。イングランドとの同君連合成立後もこの慣習は、続き、現在に至る。上述の系統とは別に、1628年、チャールズ一世が、キャリック伯爵位を創設し、ジョン・スチュアートに助釈された。彼はすでに、 1607年に、スコットランド貴族として、キンクレビン教になっている。ジョンは、スコットランド王ジェームズ5世の諸子である初代、オークニー博、ロバート・スチュアートの三男であり、つまり、チャールズ1世の祝従父にあたる。この爵位は、大い継承者が保持するエアシャー地方の、キャリック博爵領と競合しないよう考えられ、オークニー諸島のエディ島を所領とした。ジョンは、 初代ノッティンガム博、チャールズ・ハワードの娘で、サー・ロバート・サウスウェルの未亡人にエリザベスと結婚し、娘マーガレットを設けた。彼には他に、息子ヘンリーと娘一人がいたことが知られている。しかし、ジョンには、着室の男子がなかったため、彼の死によって、このキャリック伯爵医は一代限りで断絶した。ありがとうございます。